はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は、就職をされるということで、まず黒く染めるっていう感じと、あとパーマをかけたいということで、ちょっと写真を見せてもらったんですけど、なんだっけ、取れやすいんですよね。はい、そうですね。すぐ取れちゃう。取れやすい。はい。で、かけ直すんですか、いつも。はい。で、前回がもしかしたらデジタルパーマみたいのをかけて、そうですね。今年、5ヶ月ぐらい前にかけて、今この状態になって、はい、最初はもっとすごいかかってたんですか？かかってました。で、まあこの段階で一回ちょっとね、どこかこうテストしてどんなもんかなっていうのを一回チェックした方がいいと思います。で、一番下はしない方がいいですね。最後にかけてますので、はい。で、一本ここ見てみます。どうなったかなっていうところですね。多分かかってないですね。今だいたいスタートしてから40分なんで、カットパーマ巻き終わって40分で、5分はちょっと放置しないとかかんないんで、5分放置して流したいと思います。で、あともう5分でかけていくので、こんな感じ。これで終わりですね。はい、中間水栓なんですけれども、しっかりお湯につけてこの状態で揉んだ方が、早いと思うので、まあ、僕はそうしてます。溜めれるとこまで溜めといて、その中で、ロットを洗うような感じです。ちょっとバブルバスみたいな感じですけど、バブルバス法ですね。はい、でこれで中間水栓はちょっと早いですが終わりです。まあ完全に中間水栓今できてません。あとはもう荷台で何とかします。タオルに染み合わせて、これでがっちりつけていく感じですかね。このような感じでしっかりつけていきます。で、まあ彼女みたいに取れやすい人は、その荷材がしっかりついてない部分もあると思うんで、ごめんなさいね、ちょっと乳液の部分もしっかりちょっとつけていきながら、まあ、荷材をちょっと促進するものも入れております。はい、ではロット外していきます。ロット外して、もう今完全に一材がまず中についてるんで、その部分をしっかり乳液で、酸化というかしっかりかけていきます。で、結構なんとなく荷材がパラパラってかかってただけじゃダメだと思うんですね。なんでしっかりその乳液を中まで浸透させるぐらいの気持ちでやらないとダメなんですよ。で、むしろ短い時間でもしっかり乳液を浸透させていれば、そっちの方がしっかり、持つの で最終的にどういうのがじゃあ一番乳液の時いい、ちょっとごめんなさい、痛いかもしれない、乳液の時いい状態なのかって言いますと、すごい簡単です。もうロットを荷材につけちゃうぐらいの方が理想なので、それぐらいが一番いいんですが、ちょっと材料費がかかさんでしまうことがあります。なので僕はこういうタオルを使って全体に馴染ましていくっていう感じにしております。そうすることによって、少ない量でも、まあ、少ない量ではないんですけど、十分ですね、しっかりこうつけることができます。全体をですね、根元の方から毛先の方にしごいていくような感じで、一材をしっかり除去していきます。そこがポイントかと思いますね。で、彼女みたいな腰がちょっと出づらい髪質だと、しっかりやっていかないと結構乾いた時にだれちゃうので、しっかり酸化させることが大切かと思います。で、残留の一材が本当に怖いんで、カラー入る前にちょっとシャンプー剤を混ぜてます。これで二材をさらに浸透させていきます。で、しっかりカラー入る前にしっかり酸化をさせます。混ぜます。これは食用のクエン酸です。こちらの方をちょっと混ぜていきます。より酸化をさせていきます。そうすると髪質触ってるとちょっとですね、質感がちょっと変わってくるのが分かるんですけど、そのぐらいまでいくととりあえず OK かなっていう感じに僕はしてます。
あのシャンプーボール触った時にこのなんていうんですかね、分かるんですよね。結構このシャンプーボールの手触りがもう完全にぬるっとしてないなっていう感じですね。まあ大体皆さんこのカットパーマで1時間半っていうのも多分断りする時間だと思うんで、まあ別にこれが正しいとかじゃないんですよね。やっぱりゆっくりやった方が僕もいいと思いますし、ただまあ僕は何だろうな、まあちょっと発信者として面白い動画をアップできたらいいかなとか、ちょっといろんなことに挑戦していきたいなっていう部分もあってちょっとやってますので、まあ普段はね皆さんゆっくり仕事した方がお客さんもいいと思うし、まあ、どうしても急いでほしいっていう時に、まあ、こういう対応ができるっていうぐらいの方がまあいいと思うんで、普段から1時間半でカットパーマとかハットパーマカラーをやろうと思わない方が、まあ、もちろんいいですね。お客さん怒っちゃうと思うんで。で今もうすでにカラー入っておりますね。カラーですね、カラーはちょっとスピード上がるようなものをちょっと使っておりまして、ちょっと時間的に1時間半だともう厳しいので10分ぐらいしか放置できません。ですので、まあ、10分で染まるっていう方法ですね。で、パーマがだけだれないようにしていただいた方がいいですね。パーマだれちゃうとせっかくかけたのちょっとね。で、パーマがだれないためにしっかり酸化させるっていうことですね。カラー剤つける間に、ここが中途半端な状態でカラー剤つけるとパーマだれちゃうので、しっかりしてさせていただいております。はい、で10分は必要なので、この状態だとだれちゃうんですね。じゃあどうやったらだれないかっていうのを皆さんに教えるまででもないですけど、どうやったらだれないと皆さんは考えますでしょうかね。ロットを巻きつけるまで時間がないので、単純ですけど、よいしょ、ターバンするってことですね。ターバンして、要は根元と毛先の距離が遠くなればなるほどパーマって落ちやすいですよね。この状態で放置しちゃうと。ということは根元と毛先の距離を短くするってことですね。そうすることによって放置タイム中にパーマが落ちづらくなります。ということは単純に言うとターバンをして、なるべくこのカールを記憶させておくというか、をそれが一番ベストだと思います。はい、では今これで1時間半です。ちょっと乾かす時間間に合わなかったんですが、まあちょうどこれ1時間半ぐらいで、これあと乾かして終わりって感じですね。はい、ちょっとやってみます。はい、で今これからこちらがヘナウォーターとヘナジェルがちょっとリニューアルされて新しくなりました。でこれ使うと癖が収まったりとか、使い続けるとどんどん髪が使いやすくなるものに変更になりました。で、このヘナウォーターの方がちょっと最初ですね、成分変えたんでちょっと出づらいんですけど、何回かこうやってると空気抜けると出やすくなります。出るので最初だけちょっと出づらいんですよね。はい、でちょっとつけていきます。以前よりもちょっとパサってこうなるスプレーヤーがバーッと広がるよりもちょっと直線的になっちゃったんですけど、これは内容成分のちょっと重さ、比重がちょっと重くなったからですね。はい、ちょっとそこは手で、こうなじましていただくのと、あとコーミングでなじましてください。で、ここでまず1回コーミングを入れます。ヘナウォーターで1回コーミングを入れて、その後にヘナジェルをちょっと毛先につけていきます。ヘナジェルをちょっとつけるんですけど、例えばウェーブのスタイルだったらもう毛先これで自然乾燥で夏場はいけるんですよね。ヘナジェルが乾くとちょっとパリッとしてくるの でヘナジェル、ヘナウォーターともにですね、癖付けしやすくなるような成分が配合されているので、すごいいいと思います。匂いこれいいですよ、結構自然な、嫌だ、いやすごい好きです。オーガニックな香りなんですよね、はい、こんな感じで。で例えばじゃあこのまま自然乾燥したらどうなるかっていうのはちょっと今日できないですけど、
それから指で溶かしたりしても全然いいです。この感じの、もうちょっとこれが大きくなる感じですかね。自然乾燥したらちょっと乾かしますよ。それこんな感じ。ありがとうございます。はい、今そのまま乾かした状態で、何も増してないんですけども、こんな感じにかかりました。で、まあ、ブローとかコテとかで仕上げちゃうともう全く、まあ、嘘ついた感じになっちゃうので、そのまま撮影したいと思います。はい、これ自然に乾かした状態で、あとはウェットの状態でウェーブも使えるんで、あと彼女は取りやすいので、多分時間経つと結構また緩くなっちゃうと思うんで、これぐらいでいいかなと思います。後ろはこれぐらいになってますね。はい、ちょっとこう外羽とか入ったり内巻き入ったりとかして、下はこう可愛いかなと思います。